はい、おはようございます。いとっチャンネルです。7月20日木曜日ということでね、7月も中盤になりましたけれども、いかがお過ごしでしょうか。いやね、もうそろそろね、夏休みが近いんでね、だいぶ計画立てたりとかね、仕事もそれに向けて頑張っていこうかな、なんていう感じの、より一層ね、やる気を出している方も多いんじゃないかな、と思うんですけれども、もう夏休みの計画ね、どうでしょうかね、皆さん立てましたかね、キャンプ行く方多いんじゃないかな、なんて思うんですけども、僕ね、話ちょっと変わるんですけれども、小学校の時に、結構ね、デブで、今もデブなんですけど、今以上にデブでね、もうすっげえお腹出ててね、もうなんだろ、相撲取りぐらいの体型だったんですけども、で、そのね、デブをね、集めてね、学校側がね、企画してたんですよ、とある企画があって、やっぱね、肥満児は良くないと。子供の頃からのデブは大人のデブにつながるっていうことでね、肥満児サマーキャンプっていうね、学校の企画があって、それでね、親子で行くっていうのであってね、行ってきたことがあってね。まあ、結構ね、面白い企画で、で、朝一でね、何するかっていうとね、肥満児体操っていうね企画があって、肥満児体操行くんですけど、結局ね、やってることはラジオ体操なんですよね。ラジオ体操やったなぁなんて思ってね。で、あとね、朝昼晩とね、肥満児食っていうね、なんか宗教的な感じの言い方なんですけど、結局ね、野菜をやたら食わされるっていうね、感じ。あと、レクリエーションがあってね、北海道なんで山歩きですかね、基本的にね。山歩きのハイキングとかね、あとスポーツとかね、デブのスポーツってね、もう汗だくになりながらね、みんなやるんですけど、まあそういうのがね、2泊3日ぐらいでね、北海道のとある、とある施設に行ってね、山の中にある施設に行ってね、やってきたな、なんて思うんですけども、で、その施設がね、山の中にあるもんだから、で、僕ね、その肥満児サマーキャンプ行った時に、なんかね、カメムシがね、大量発生してたんですよね。もう大量発生しすぎて、ものすごい量なんですよ。もうね、網戸にびっしりカメムシついててね。うわ、気持ち悪いと思ってね、その時点でね、気持ち悪いなーなんて思って食欲失ってたんですけども。で、ご飯の時にね、炊飯ジャーの中にね、カメムシ入っててね。もう全員が一気に食欲失うっていうね、そういう意味でとね、なんかこう、意味でなんか食欲失わされるっていう。今でもね、そのね、炊飯ジャーの中にカメムシ入ってる絵面がね、思い浮かべて、それトラウマになってね、痩せていくっていう、裏のね、そういうメニューがあったなと思いますんで、まあ今ね、そういう学校でそういう肥満児っていうワードも良くないかなと思うんですけど、差別用語っぽい感じがするんですけどもね。皆さんのね、学校の時、小学校の時そういう企画あったかななんて思うんですけど、どうでしょうかね。皆さんの、そういう意見聞かせていただければなと思います。はい。で、今日はね、何するかというと、こちらにね、もう商品見えてると思うんですけれども、ブラックビューさんからですね、前回ね、僕もね、紹介したんですけれども、おかわりをね、いとっチャンネルの方で、おかわりっていう感じでね、いただきまして、最新作のね、タブレット、タブ16っていうんですかね、タブレット16っていうのをね、今回提供でいただきましたんで、今日はね、これをね、しっかり紹介していこうかなという動画になっております。前回よりもね、かなりスペックアップしております。ぜひね、見ていただければと思います。じゃあ、早速ね、やっていきたいと思います。はい、じゃあね、早速箱の中開封していこうと思います。前回よりね、ものすごいね、進化してるなと思って、もうね、開けてあるんですけど、もともとね、これちょっと、どなたかレビューした後のものをお借りしてるんで、新品じゃないんですけれども、まあ、いろいろね、売り込んでるといったところだと思います。はい、じゃあ箱の中開けていくと、前回はね、ケースなかったんですけれども、今回ね、タブレットケースセットになっております。非常にね、お買い得だなと思いますね。で、今回これでタブレット本体がね、入ってるんですけれども、よし、こんな感じになっております。タブレットね。まあ、これはちょっと本体はね、後ほどしっかり見ていこうかなと思います。で、あとね、こちら内容物なんですけども、電源ですね。まあ、ちょっと海外仕様のものになりますんで、間にね、こういうような、例えば、こういうようなものかましてね、日本円で使っていただければなと思います。こういう感じでね。これはちょっとね、ついてないんで、はい。これはついてないんで、こういうものをやってっていう感じでね、使っていただくといいんですけれども。ただね、家にあるスマホのチャージャーとかでいけると思います。いけました、僕はね。はい。で、あとはね、これ、説明書なんですけど、もちろんね、ブラックビューさんいつもね、日本語対応もしております。日本語のね、
ところも、いろいろなね、ワードで書いてあるんですけど、日本語はね、一番最後のページにね、書いてあったりしますんで、ここだけね、見ていただければと思います。ちょっとね、分厚いんですけど、いろいろな言語に対応してるんで、分厚くなっているといった感じです。であと、ピンですね。こちら、ピッとね、挿して、SD カードを取り出すピンですね。で、あとはこちら、電源のコードといった感じで、今度ね、今回ね、なんとね、このペンがついてるんですよ。これすごくないですか？このね、ペンがついてる。で、しかもね、蓋も、キャップもついててね。で、なんかこう、滑り良さそうな感じのね、先端がね、こう、うん。結構広めになってて、ガーってスライド良さそうな感じのペンがね、タッチペンがついてて、しかもね、ここマグネットでね、ピトッとついてる感じで、なんかね、蓋もね、含めていい感じだなと思います。こっちのね、蓋使わないときもこっちで、ね、パトッとね、綺麗にマグネットで使い、くっつくようになってて、これいいなと思いますね。うん、これいろいろ使えますね、なんてね、思ってます。はい、っていう感じで、タッチペン、ね、かなり親切になっておりますね。タッチペン、ケーブル、電源コード。っていう感じですね。はい。説明書といった感じのセットになっております。じゃあね、こちらのタブレットね、しっかり見ていこうかなと思います。はい。じゃあね、早速こちらのブラックビューさんのね、新作タブレットのね、6T の本体見ていこうかなと思うんですけど、まずはね、ケースごとね、ちょっとついてる状態で見ていこうと思うんですけれども、色がね、なんかすごくいいんですよね。こう、グレーなんですけど、なんかちょっとね、ポップな感じの色に仕上がってるかなと思います。ね、ブラックビューさんってこういうのもできるんだなんて思ってね、前はね、がっしりしたちょっとね、男のデザインのね、タブレットだったんですけれども、今回はね、かなりポップな感じに仕上げてきたなと思います。で、裏側見れてもね、専用ケース越しでね、透明にこうやってね、シースルーな感じのね、ケースになってて、専用のケース作っててね、かなりいい感じに仕上がってるなと思います。で、ぐるっと見ていくとね、今回スピーカーの穴もね、ちゃんと穴の部分開いてて、で、ね、こっち側ですかね。USB のところとかね、ポートのところもちゃんと開いてるんで、このままつけたまま充電できるし、あと電源とかね、スピーカーですかね。この二つはスピーカーのところと電源のところね、ここにボタンありますよっていうのもね、がっしりわかるように、しっかりわかるようになっています。なので音もこもることなくなっていう感じでね、いい感じに仕上がってるかなと思います。で、ここね、あとね、マグネットでしっかり、止まるようになってますね。で、なのでこんな感じでね、折りたたんで使っていけるよという感じで、こんな感じで、こんな感じでね、使えますし、で、なおかつね、こう立ててね、使えるっていうのもあるんでね、いろいろ使い道いろいろあるかなと思います。こんな感じで、やってても普通にね、使えるかなと思います。非常にね、いい感じのケースに仕上がってるかなと思います。ちょっとね、ケース取ってね、見てみましょうかね。はい、じゃあね、こちらのタブレットね、しっかり見ていこうかなと思います。で、もうね、取り出した感じね、結構ね、今回薄いんですよね。前回ね、ガバッと結構厚かったんですけれども、薄く仕上がっております。で、なおかつね、強化ガラスなのか、ここのポコッと盛り上がってて、そんな中薄くても強固な感じに仕上がってるっていうのはね、今回もブラックビューさんさすがだなと。ビルドクオリティすげえなぁなと思うんですけどね。で、今回もスピーカーね、2つだと思いきや、今回上にも2つ、下にも2つという感じで、トータル4つついてるんで、音もね、かなり良さそうな感じがします。で、最低限のものね、全部ついてて、ね、電源と、電源ボタンと、音量と、電源の、こう、チャージのとこですかね。っていった感じで、最低限のものもついてるし、もちろんね、SD カード、SIM カードもね、ここにね、挿すこともできるんで、まあ、いろいろ使い道、様々かなと思います。うん、いい感じですね。かなりね、大人のデザインに、ね、服を着せると、さっきのね、ケースつけるとちょっとね、ポップな感じなんですけども、脱がすとね、大人の感じで、強固な感じで、頑丈な感じがね、しっかり出てて、なかなか素敵なデザインに仕上がってるなぁ、なんて、感じました。はい、どうでしょうかね。ブラックビューの文字もかっこいいですよね。はい、っていう感じでございます。はい、じゃあね、スペックになります。ブラックビュータブレット16なんですけれども、こちらですね。CPU がユニソック T616 になります。アンテズのベンチマークで言うと20万点ぐらいですかね。20万点後半ぐらいまで最近出るようになってきてるかなと思います。
で、あとはシステムは Android の12になります。で、RAM が 8GB なんですけれども、仮想メモリーでね、6GB 拡張できると。まあ、あんまりね、ここ RAM 8GB では十分かなと思います。拡張する必要あるのかなっていうのもありますけどね。で、ROM が 256GB ということで、ストレージですね。かなりね、高容量かなと思います。タブレットにしてはね、珍しいですね。256GB ってね。だから、いろいろ持ち運べるかなと。写真もいっぱい撮れるし、音楽もね、いっぱい持ち運べるし、動画なんかも入れたりなんていうのもありますし、あとゲームなんかいっぱい持ち運べるかなと思いますんで、まあ、コミックデータとかね、いろいろ使い方いろいろだと思います。で、ディスプレイが11インチの IPS 液晶で、2000×1200 ということで、フル HD に画質になっておりますんで、今回はね、かなり綺麗。前回のね、タブレット1万円台のタブレットだったんで、ちょっとね、ドットが目立つ感じだったんですけれども、今回はね、かなり、やっぱ最新作といったところで、うん、かなり綺麗になってるかなと思います。で、カメラがフロントが13メガで、リアで8メガといったところです。まあ、タブレットにね、カメラ精度を求めるかっていったところもあるんですけれども、まあ、13メガピクセルあればね、綺麗に撮れるかなと思います。うん。で、バッテリーも7680ということで、結構長持ち、長時間の、高容量バッテリーを積んでおります。で、ワイドバインは L1 ということでね、今回これ待望の L1 ですね。この11インチパネルで L1 ってなかなかね、最近ちょこちょこ出だしてるんですけれども、L3 がね、今まで主流だったんですけれども、L1 になってきたんでね、Amazon プライムとか、YouTube も、YouTube とか、あとはあれですかね、Netflix、こちらの方がね、かなり綺麗な高画質で見れるかなと思います。で、重さがね、これね、僕測りました。最初ね、400何ぼって書いてあったんですけど、いや、そんな軽くねえだろうと思ってね、僕実測で測りまして、569g ありました。まあ、結構ね、ずっしりくるタイプだと思います。まあ、頑丈なんでね、この、ブラックビューさんのタブレットで頑丈が売りなんで、本当にパネル単体で、タブレット単体で 569g となっておりました。で、ポート関係は SD カードスロットついております。当然ね。で、Bluetooth 5.0 の、今回はね、クワッドボックススピーカー内蔵で4つ、クワッドなんで4つですね。かなり綺麗な音が楽しめるんじゃないかなといった感じのスペックになっております。はい。で、今回のね、タブレットの特徴としてね、これホームページから持ってきたんですけれども、まあ、先ほど説明したスペック表にね、かなり、被るところがあるかなと思います。例えばね、ストレージがね、256GB ですよとかね、ラム関係ですかね。ラム関係が 8GB で、6GB の拡張ができますよといったところなんですけれども、まあ、新しいところとしては、そうですね、PC モードが、しっかりついてますよといったところと、あと、ブルーライト認証を通ってますよ、といったところですかね。まあ、目に優しい。暗闇でも目に優しいよ、っていったところかなと思います。あと、Google スマートレンズにも対応してますよ、とかね。はい。っていったところがね、かなり、特徴的に出てるかなと。で、改めてね、こちら、ワイドバイン L1 に対応といったところと、クワッドスピーカーね、ちゃんと、綺麗な音が出ますよ、といったところがね、特徴として書かれております。まあ、こんな感じの特徴になっております。はい、じゃあね、こちらのブラックビューさんのね、タブ16起動してみましたが、どうでしょうかね、グラフィックね。めちゃめちゃ綺麗です。はい。さすがね、フル HD だなと思うんですけど、最近のね、メーカーさん大体フル HD だったりするんですけど、2万円台のタブレットはね、すごく綺麗だったりします。前回の1万円台のタブレットはね、やっぱりちょっとね、ピクセルのね、粗がちょっと目立ってたんですけど、今回はね、すごい綺麗に仕上がってるかなと思います。綺麗ですね。で、なおかつね、こうやって動きもね、快適です。うん、スイスイ。ね、滑らかに動く感じがね、しておりますけれども、どうでしょうかね。いいですね。うん、滑らかに動きますね。うん、なんて思います。で、今回ね、一番最初にちょっとね、チェックしたかったのが、本当にね、ワイドバイン L1 なのっていうのが気になってて、このね、ツールでちょっとね、チェックしました。アプリか。で、見ていくとね、このセキュリティレベルといったところ、ここですね。セキュリティレベルがね、ちゃんと L1 になってるなーっていうチェックになります。ここね。はい。L1 になってるんで、ワイドバインもね、しっかり、対応してるぞ、といった感じで。これでね、Amazon プライム安心してね、綺麗に見えるぞ、っていうので、Amazon プライムの方もね、僕もね、アプリインストールして、実際見てみましたが、すごくね、綺麗に表示されるのをね、チェックしました。ドキュメンタル見たんですけど、相変わらずね。
はい。といったところです。で、あとね、アンテドのベンチマークもちょっとチェックしたんですけれども、もうね、そこら辺の動作のところはいいかなと思ってて、結果だけ皆さん知りたいと思いますんで、29万点ということでね、かなりね、高得点がね、出ました。はい。ということで、結構ね、スペック的にはやっぱ20万点台だなと。まあ、バージョンによってね、ここら辺の点数バラバラするんですけども、大体20万点ぐらいと思っていただければなと思うんで、まあ、ゲームとかするのに、プレステ2とかね、ゲームするのに、程よく動くぞ、といった感じのね、ものになるかなと思います。はい。で、あとね、タブレットで気になるのが、やっぱ一番使うのはネット関係ですよね。ネットワークでこうやってね、インターネットちゃんとできんのっていうのでね、ここら辺のね、吸い付き度合いっていうのがね、すごく重要かなと思うんですけど、どうでしょうかね、こんな感じで。うん。ちゃんとね、追従して動くかなと、もっさり感が一切ないかなと思います。さすがね、ユニソク T616 ジップ積んでますんで、ここら辺は問題なくね、ブラウジング関係は十分できるかなと思いますし、なおかつね、なんかね、すごくね、タッチパネルのね、滑りがいいんですよね。この保護フィルムの問題なんですかね。問題って言ったらですけど、保護フィルムのね、あれ質がすごくいいからね、すごくね、スムーズに動きます。優しくこう、なんだろう、20代の女性の肌触ってるみたいな表現がですけど、かなりね、滑らかな感じがしますね。まあ、20代の女性の肌触ったのかっていうと、触ったことあんまりないんですけどね。はい。若い頃は触ったかもしれないですけどね。はい。っていう感じで、切り替わりもね、すごい綺麗にね、仕上がっております。あー、なんかエレガントな感じの動きだなーなんて思いますね。あ、いいですね。おっと、切り替わんない？あ、切り替わりましたね。切り替わりもね、結構こう、滑らかに切り替わるかなと思います。Mac 値上げの声みたいな感じのね、話があったりとかね。こんな感じでね、ネットで使うのに全然問題ないかなと思います。はい。はい、じゃあ今度はね、カメラ性能を見てみようかなと思って写真撮ってみました。プラモデルなんですけど、レイアースとね、プラモデルをね、ちょっと撮ってみたんですけど、結構ね、綺麗に撮れるかなと思います。ちょっとね、細かいゴミとかついてるのもね、見えるようになっててね。プラモデルのゴミついてるのも見えるんですよ。実はね、肉眼でね。結構綺麗に、タブレットにしてはね、すごく綺麗に撮れてるかなと思います。うん。ね、あんまりね、時々スマホのね、写真と比較する方とかね、いらっしゃったりするんですけど、スマホの方がね、当然いいです。スマホの方がね。カメラ性能比較したらね、当然スマホの方がよく撮れるんですけれども、タブレットにしてはね、アンカータブレット、まあ、2万円台のタブレットにしてはね、十分綺麗に撮れてるかなと思います。うん。綺麗ですね。うん。はい。いい感じだと思うんですけどね。光の当て具合になるとちょっと白っぽしくなるかなといった感じの、そういう写真もね、撮れたりしますんでね。まあ、ちょっと光の加減もあるかなと思う。これね、直射日光ちょっと当たってる状態だと白っぽしくなっちゃうんですけど、まあ、ちょっと光抑え気味だとこんな感じで、しっかりね、綺麗に撮れるかなと。なんかザラザラ感がないというかね。うん。スムースな感じでね、映るかなと思います。で、あとね、動画もちょっと撮ってみたんですけれども、こんな感じでね、綺麗に撮れてるかなと。うん、動画もね、自然な感じで撮れてるかなと思います。で、これちょっと横のやつもね、撮ったんですけれども、こんな感じで。で、普通動画撮るとね、フォーカスがね、バン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 ってなるのがね、最近のタブレットの傾向であったりするんですけれども、オートフォーカスがね、ちゃんと知ってるのか、あんまりね、このフォーカスの合わせが揺れないというかね、そんな感じがしましたね。うん。だから結構ね、綺麗に動画も撮影できるかなっていうのは結構ね、評価できるポイントかなと思います。カメラはね、結構いいかなと思いますね、このタブレットね。うん。なかなか使えるような感じがします。ぜひね、タブレットでカメラもね、あんまり使わないと思うんですけども、使っていただいても全然遜色なくね、いけるかなと思います。はい、じゃあ続いてなんですけれども、今回ね、このタッチパネル用のペンがついてますんで、まあいかにもね、絵を描け、字を描けと言わんばかりのね、ペンですので、ちょっとこちらでお絵描きソフトの方をダウンロードしてきましたんで、ちょっとね、タッチペンのこのね、ペンの精度を見ていこうかなと思います。まずね、ペンはね、バーっと描いていくんですけど、まあ、いい感じですね。よし。まあ、可もなく不可もなくっていう感じなのか。パンって引くと、やっぱりね、ちょっとタイムラグはありますけどね、早めに引くとね。うん。なんだね、文字書くのには全然ね、ちゃんと書けるんじゃないかなと思います。伊藤って書きますけど。うん。全然ね、問題なく、
いとっちって書きます。最近字書かないですよね。最近ほんと文字書かねえなと思って、区役所行った時にね、いろいろ漢字書けねえなとかね、思いましたけどね。んな感じでね、かなりね、自分の文字の癖もね、しっかり、表現できてるかなと思います。あ、いい感じですね。はい。かなりね、ちゃんとリアルな感じで書けるかなと思いますんで、はい。まあ、こんな感じでね、アンパンマンとかね、書けますね。はい。ぜひね、皆さんもこうやってね、A の方に目覚めていただくのもこの機会でね。あと、お子様 A いっぱい書くじゃないですか。こんな感じでね、タッチペンで、もう、本当経費削減になりますよね。こうやってタッチパネルで A 書いて、で、あとはね、保存していけばね、まあ、画用紙とか、クレヨンとか、そこら辺のね、削減になりますんでね、お子様用にね、1台持っとくのもいいんじゃないかなと。フルセットで付いてますからね、いいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ続いてなんですけれども、プレイステーション2のね、エミュレーターの方立ち上げております。動きもね、バッチリだと思います。まずね、筋肉マンのマッスルグランプリ動かしていこうかなと思ってます。まずね、音がね、やっぱりね、綺麗ですね。4つスピーカーあるから、広がりがあるっていうかね、音にね。まあこんな感じで。めちゃめちゃ綺麗ですね。まあ今日はね、どのキャラ使おうかなと思って、ベンチマンね。行こうかなと思ってます。もうね、今日はお笑いの方で走ろうかなと思ってますんで、ベンチマンってね、カズマの太字からってなりますけどね、攻撃重視にしたいと思います。頭にうんち乗ってますけどね、はい。まあいかにも弱そうっていうね、ベンチマン腕足細っていうね、おとなしく団子にない、いいですね、ケビンマスクですね。行きます。まあ、動きバッチリですね。相変わらずこれはね。うっしゃ。いて。やばい。やばい、面白い。やばい。うっしゃ、投げ技。よっしゃ、投げ技。やばい。本当に面白いですね、このゲームね。いきますね。必殺技を。超必殺技ですね、これね。電気流しですね。電気流しが綺麗に決まりましたね。こんな感じでね、しっかりね、遊べるかと思います。プレステ2もね、それなりに動くかなと。よいしょ。もう一戦やってね、じゃあちょっと終わりにしようかなと思いますけど。なんちゅう攻撃やねんっていうね。よっしゃ、後ろからね、取りましたね。ベンキマン意外に結構ね、使えますね。よいしょ。倒しちゃいましたね。必殺技使う前に終わっちゃいましたね。はい、という感じでね、結構遊べるかなと思いますんでね、ぜひ遊んでいただければなと思います。かわいい。かわいいですね。はい、はい、じゃあ続いてなんですけれども、カプコンのゴッドハンドで動かしていこうかなと思います。サウンドがね、やっぱりね、クワッドスピーカーだけあってね、音が綺麗です。いいですね、音ね。こんな感じで動きもね、バッチリですね。よし、いい感じの動きですね。はい、こんな感じで。かなりの動きいいかなと思いますね。いいですね、結構面白い動きなんですけどね。北斗の拳みたいな世界観でね、遊べますんで、動き快適ですね。サウンドいいですね。すごくね、音がいいです。ちょっとね、喋らず行こうかなと思いますけど。サウンドいいですね。この殴った時のね、音がね、迫力ある感じで伝わってくるかなと。スピーカー4つあるんでね。
あ、だめだ。ちょっとね、なんかいろいろ技出そうと思ったら、失敗しちゃってね。はい、っていう感じでね、エミュレーターもね、しっかりね、動きますんで、ゲームとかでもね、なかなか使えるかなと思いますんで、この機種ね。はい、ぜひね、ゲームでも使っていただいて、あ、お絵描きでも使えますし、ね、いろいろ使い道いろいろだと思いますんで、ぜひともご検討いただければなと思います。はい、っていう感じでございます。はい、じゃあ最後にお値段になります。ブラックビュータブレット16なんですけれども、今回ね、非常に嬉しいことでクーポンコードもね、発行していただきました。で、お値段がね、最初ね、28,415円なんですよ。で、アマゾンで買うと、2000円オフのクーポンがついてて、で、なおかつね、今回ね、視聴者様用にね、5% オフクーポン、こちらの方、入力すると、最終的にね、24,994円になります。はい。非常にね、安い。25,000円ぐらいになりますんで、まあ、結構ね、これだけのビルドクオリティでがっしりした、デザインで、なおかつ、ケースもついて、保護フィルムもついて、ペンもついてくるといった感じで、このフルセットの状態に考えると、かなりね、安いんじゃないかなと思います。ぜひね、興味持った方、このね、動画の概要欄にリンクつけておりますんで、そちらからご購入検討いただければなと、思います。はい、っていう感じでございます。よろしくお願いします。はい、ということで本日はブラックビューさんのタブレット16の紹介でしたが、いかがでしたでしょうか。まあ僕のね、感想としてはね、やっぱ嬉しいですね。こういうね、タブレットケースがついて、ペンがついてといったところで、でワイドバイン L1 対応でといったところでね、嬉しいことづくめで、なおかつ25,000円台はね、すごくね、素敵な価格かなと思います。特にね、僕も中華タブレット結構持ってて、いろいろ普段使いするんですけれども、ケースなしのものが多くてね、ケースなしでそのままカバン入れながら持ってくんですけれども、やっぱり傷だらけになっちゃうって言ったところはね、あると思います。これがね、ケース付きでね、嬉しかった。あとね、そのケースを土手にしてね、いろいろ傾斜させてみたりっていうところはね、すごくいいところだと思いますんで、ほんとね、ケースって嬉しいなと思います。で、あとブラックビューさんのタブレットはね、非常に頑丈にできてますので、お子様とかにね、ポンとね、お貸ししても全然壊れにくいと言ったところがあると思います。もうよくね、子供ボトボト落としますからね。そういうところの衝撃にもね、耐えれるぐらいのね、性能を持ってますので、まあそういうところはね、かなり、評価すべきポイントかなと思います。すぐ壊れちゃうんでね、中華タブレットとかね、落としちゃうとね、もう縦線横線入っちゃったりしますからね。それ考えたらね、もうね、すごくね、頑丈にできてるってところはね、いいところだと思いますんで、興味持った方ね、ぜひとも購入をね、検討してみてはいかがかなと思います。はい、ということでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。今日の動画役に立ったって方いましたら、グッドボタン押していただけると嬉しいです。あとね、まだね、タブレットのレビューがね、いろいろ溜まってます。はい、ちょっとね、レビューすべきものがね、いろいろ溜まっててね、今ちょっとね、処理しきれてない状況になってるんですけれども、まあ引き続きね、いろいろ新しいガジェットとかね、評価していきますんで、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、ということでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。伊藤チャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。